エヴァー・ハルト・エヴァーは、ドイツ、シュトットガルトの生まれ、ドイツ人のダブルベーシスト、作曲家。ウェーバーは、極めて個性的な音色とフレーズの作り方をする、ベーシストとして有名である。ウェーバーの作る曲は、アコースティック・ジャズ、ヨーロッパのクラシック音楽、環境音楽などをミックスしたものであり、それは、典型的な ECM レコードの音の一つだと考えられている。 エヴァーハルトの活動は1960年代初期から始まる。彼の最初のアルバムはザ・カラーズ・オブ・クロエで彼自身がリーダーとなって録音したものが1973年に発表された。ミュージシャンとしてのキャリアに加えてエヴァーハルトはテレビや劇場のディレクターとしても業績を残してきた。また彼は最高限を C にチューニングした語源の エレクトリックアコースティックベースをデザインしている。彼の音楽は陰鬱な音色で表現されることが多いのだが、その中でしばしばオスティナートが使用される。しかし、それでも、なお、細部の色付けと印象的な表現は非常に緻密に構成されている。エヴァーハルトはソリートボディのエレクトリックダブルベースの使用を随分、早くから提唱したことで知られている。 彼自身はこのエレクトリックダブルベースを使った演奏を1970年代の初頭から定期的に行っている。1960年代初期から1970年代初期にかけての彼の最も親しい共演者はウォルフガングダウナーである。この二人の共同プロジェクトは非常に多様なスタイルにわたるものでオーソドックスなジャズからジャズロックフュージョン。さらには アバンギャルドな実験を音楽に至るものまで様々である。また、彼は、同時期に、ピアニストのハンプトン・ホーズや、マルゴルドロン、ギタリストのバーデン・パウエル・デ・アキノや、ジョーパス、マイク・ギブズ・オーケストラ、バイオリニストのステファン・グラッペリなどとも共演し、録音を残している。ザ・カラーズ・オブ・クロエから始まって、彼は、自分名義でさらに10枚のアルバムを発表している。 これらはすべて ECM レーベルから発表されているが、ECM とのつながりは ECM で録音している他のアーティストたちとの共同制作へと発展していく。ゲイリー・バートン、ラルフ・タウナー、パッド・メセニー、そしてヤング・ガルバレクといったアーティストである。1970年代中期には彼は自分のグループ、カラーズを結成する。メンバーはチャーリー・マリアーノ、 レーナー・ブルーニング・ハウス、ジョン・クリス・チャンセン。まずこのメンバーで録音し、アルバム、イエロー・フィールズを発表した後、クリス・チャンセンが抜け、ジョン・マーシャルに交代した。ドラマーが新しくなった、このグループは大変な回数のツアーをこなし、2枚のアルバム、サイレント・ヒートと、リトル・ムーブメンツを録音した後、解散した。1980年代初期以降は、エヴァー・ハルトは、 定期的にイギリス人シンガーソングライターのケイト・ブッシュと共同制作を行っており、彼女のアルバムのうち4枚に参加している。1980年代には、エヴァーハルトはバーバラ・トンプソンのジャズアンサンブルであるパラフェルナリアとのツアーにも参加している。1990年代初期以降は、彼は演奏の機会と録音の量をかなり減らしている。1990年以降は、 自分名義のアルバムはたった2枚しか制作していない。にもかかわらず、2001年には自分名義のアルバム、エンドレスデイズ発表し、おそらく現在考え得る限り、最も原始的なジャズとクラシックの融合を試みている。まさにアコースティックジャズの典型例である。この当時、彼はヤンガルバレクグループでツアー活動に参加していた。2008年には、 ステージオブ・ア・ロング・ジャーニーを発表する。これは2005年3月の彼の65歳の誕生日にシュトットガルトラジオ、公共楽団と共演した際のライブ録音である。ゲイリー・バートン、ウォルフガング・ダウナー、ヤンガルバレクラとの共作曲が演奏されている。2009年には ECM からカラーズ時代の3枚のアルバムが3枚組の CD として再発されている。 2007年6月に発表された時と同じく、現在エヴァーハルトは卒中を患っており、演奏できない状態である。2010年のダイエウェルトとのインタビューでは、彼が自分の健康状態と将来のプロジェクトについて語っている。ウェーバーは、名高いアルベルト・マンゲルスドルフ賞を2009年11月に受賞している。この同じ11月には、 カラーズ時代の1970年代の作品が ECM から発表されている。エヴァー・ハルトが作曲した作品とアルバムがリチャード・アダムズの児童文学ウォーターシップ・ダウンのウサギたちの文中に少なくとも5回引用されている。例としてはアルバムサイレント・フィートからサイレント・フィートと暗闇でも見える目が、またアルバムレーター・ザット・イブニングからオーイン・ジ・オープン,ン,ープンが そして、フルイドラするから、クワイエットディパーチャーズとタイトル曲が取り上げられている。ありがとうございます。